まあ心が折れかけたことも本当にあった中で、ずっとやっぱりこう諦めずに一緒に歩んでくれた人たちがいたから、本当にまあここまで来れたのかなっていうのが思うんで、まあ、本当の改めてこうメダルを獲得したがゆえに、あ、メダルが取れたってことよりもそこまでの挑戦、まあ、やってきたことっていう方がよっぽど大事なんだな。じゃあ、ここで、体育館にとっては一周ぐるっと走らせてもらおうと思います。で、その時に僕は、実際にレースで言ってる時のようなことを、ちょっとマイクでこう言えるようにしたいなと思います。じゃあ行きます。はい、はい、走りながら、はい、あと 10m 左、90 3 2 1。はい、まあ僕割とこう引っ込みじゃんな感じでゆるっとした感じですけども、すごくまあ何でしょう、こう熱い男だなっていう印象を、僕よりもずっと熱いものを持ったそういう、選手なんだなっていうことを思ってました。はい、まあ、もう第一印象は本当にこう何て言うんでしょう、ど真面目というか、もう本当にここまでなんか真面目な人となかなか合わないなっていうぐらい真面目だなと思っていたので、なんかまあある意味まあ、なんか一緒にやっていく上で、こうなんか固くなりすぎないといいなっていうのは思ってましたね。何でしょう、まあ、僕の中でその変わった瞬間で、その1回怪我を去年のこの時期にして、まあ、それから1回心が折れて、それでまたもうメダルにもう1回チャレンジするぞっていう気持ちを、心のこうなんすかね、こうネジを巻き直した瞬間っていうところから少しずつ、まあ、なんでしょう、こう自分からこう少しずつ計画をとかそういうところを考え始めて、まあ、それをなるべく発信していこうということを考え始めたっていうあたりから、少しずつですけど変化は出始めたかなっていうのは思いますね。そしてあと、まあ、もう一個大きな変化だったなと思うのが、今年の4月からスポーツ心理の先生に入っていただいて、それで3人でミーティングをする機会っていうのが、できていたんですけども、そこを介して、まあ、いろいろこう何でしょう、こう自分のこう性格を変えるのはすごく難しいから、その競技をしている時だけ性格を、まあ、競技用の性格を演じてみてはどうかっていうことで提案をしていただいて、まあ、それでこうちょっとずつ何でしょう、こう、まあ、競技用の性格を演じるっていう意識をするようになってから、だんだんこう、まあ、自分の言いたいことというかをしっかり発信できるようになっていったかなっていうようなことを感じてます。そこから、まあ、なんていうか、こうコミュニケーションがうまくいき始めたかなっていうふうに感じてます。そうですね、自分のレースはなんて言うんでしょう、まあ、結果がダメな時はもう、まあ、自分のせいというか自分に責任があるっていうので、まあ、自分でこうある程度はこう完結できるんですけども、こうガイドとして出場するレースで、例えば僕自身の何かミスで、まあ、結果が落ちてしまったりとかするっていうことを考えると、やっぱりスタート前はもう恐怖心というか、もうなんかすごく怖いですね、スタート前で。やっぱなんでそこはすごく自分のレースとはちょっと気持ちが、まあ、少し違う部分ではあるかなとは思います。もう前に、僕が乗って、後ろに米岡選手が乗って、この2人の力の相和、2人がどれだけペダルをに力を加えられるかで速度が変わってくるので、こうガイドの僕自身はこのランニングまでは力は残さないと、まあ、僕の方が少しランニングは力があるので、もうその僕はランニングはもうなんとか米岡選手と走れる力が残ればいいと、だから僕はここで 95% の力を使い切りますっていうことでレースを進めていて、でその分米岡選手にはランニングで全ての力を出し切ってくださいねっていうような戦略で、2人でこう2人で自転車思いっきり頑張って、2人でランニング頑張ってというよりかは、2人で頑張るポイントっていうのを分けて、メダルへのチャレンジしてました。
もともとブラインドマラソンをやってきてという中で、その、2018年以前の、自分と、今の自分だと、だいぶ変われた部分っていうのはあるかなと思っていて、今の状態でマラソンをにしっかり集中してやれたらどこまで行くんだろうっていうのにすごく興味が、湧いてきたというところがありまして、次はちょっとマラソン、ブラインドマラソンの方で、しっかりちょっと集中をして、取り組んでみたいなというふうに思ってます。でまだちょっと確定してないところなのであれなんですけども、来年世界選手権が、一応予定されているので、まずそこに向けてしっかりと集中して頑張って、どこまで戦えるのかということを、チャレンジしてみたいなというふうに思っています。私そのトライアスロンを選手として行うチャレンジは、2024年のパリオリンピックへの挑戦を最後 のチャレンジとしようと思っております。またとはいえ、そのパリオリンピックというのが全てではなくて、今自分の中でその最強の男になるとっていうワードを今、掲げていて、じゃあ最強ってなんだっていうと、その父として、息子もいますし、で妻、その夫として、そしてアスリートとして、社会人として、いろんな意味でこういろんな方から頼りにしてもらえる、その理想像に自分が近づければ、パリオリンピックっていうのものは支柱に収められるというか、実現できるんじゃないかなと思っているので、パリオリンピックと最強の男っていう2つを目標にこれから頑張っていきたいなと思ってます。そうですね、まず障害者の立場っていうところから言いますと、まずこう一歩踏み出す勇気っていうのが必要かなっていうふうに思います。やりたいんだっていう気持ちが中にあってもですね、それを行動に移さないとなかなか周りって分かってくれないんじゃないかなって思いますし、僕もそういうところが苦手だったっていうところで、なかなかそこでコミュニケーション不全みたいなのが起こっちゃったところあるんですけども、実際にやりたいんだよ、こういうことがしたいんだよっていうことを、意思表示する、それを行動に移すっていうことがまず第一歩かなっていうふうに思っています。例えば視覚障害の方と一緒にスポーツをする、そのガイドっていう立場でガイドをしてあげている、ガイドをしているっていう意識だと、多分2人ともお互い面白くないんじゃないかなと思っていて、どちらかというと2人で2人でスポーツをその楽しんでいるっていうのがやっぱすごく正解かなと思っていて、一緒に走ったり一緒に泳いだりするのも、結局は僕自身も成長するきっかけをもらえていて、なんでそのやっぱお互い様だと思うんですね。だからそこをなんて言うんでしょう、してあげる側とされる側ではない、一緒に楽しむスポーツを楽しむペアなんだっていうふうに考えることで、お互いがすごく気持ちよく楽しめるんじゃないかなとは思います。